はい、どうもデンです。さあ今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日こちらですね、これなんぞって話なんですけど、カードショップ繁盛さんで買わせていただきましたオリパでございます。なんとですね、このオリパ一口500円なんですけれども、なんとトップにこちらガンバリリエ入っておりますということで、すごくないですか。500円オリパでガンバリリエ入ってるんだと思って思わず買ってしまいました。これは数字の匂いがすると思ってですね、はい、買わせていただきました。全部で20口こちら、まあ開けてですね、全8000口ぐらいあるんで分かりませんけれども、当てていきたいと思いますということで、やっていきましょう。はい、ということで一口500円っていうことなんで、まあ、割とサクサク終わっちゃうかなと思いますけれども、開けていきたいと思います。繁盛さんといえばですね、この間繁盛さんの動画を久しぶりに見たらですね、あのプレマ同じだったんですよね。あ、同じだと、まあ、多分僕の方が真似してるんですけどなんで同じプレマ、あ、そうだ、これボールメンオリパだボールメンオリパでした。ちょっと演出見ましょう。ほい、え、すごい、え、8000口あるうちのこれ、前はもうちょっと上当たってたよね。一応ね、20個買ってるから1万円分買ってるんですよ。で、500円の下枠ってもうワンチャンダブレアとかなんじゃないかなって思うんですよね。ダブレア20枚、1万円でダブレア20枚とかになったらしんどいな。え、やば、終わったんじゃないこれ。え、あ、あれだ、1万円分です。解散。